18世紀後半の朝鮮、朝鮮王朝21代国王、四女の孫であるセソン、イ・サンは、父親を死に至らしめた祖父、四女を恐れつつも、いつか自分は聖君になろうと心に決め、宮中で孤独に育っていきます。その一方で、厳しい取り締まりによって一族が没落し、幼い頃から宮女として仕えてきた若き女性、ソン・ドクイムは、持ち前の聡明さで三軍たちから目をかけられつつ、宮中で生活しながら自分自身の生き方を模索していました。そんなある日、ドクイムは森の中を走っていたところで足を踏み外し、近くにいたセソン、イ・サンを巻き込みながら池に落ちてしまいます。その一件で反省文を書くよう命じられたドクイムは、書庫を掃除している最中、中へ入ってきたセソンのサンを司書と勘違いしてしまい、ドクイムの無礼な態度から関係は悪化。それに怒ったサンはドクイムに対して何度も何度も何度も反省文の書き直しを命じていくものの、サンは幼い日に出会ったある見習い宮女の面影をドクイムに見出し、次第にドクイムに惹かれ、二人は徐々に距離を縮めていくことになります。しかし、そんな二人の関係とは裏腹に、宮中では勢力争いが激しさを増し、サンは命を狙われてしまうことに。韓国ドラマ赤い袖先は、朝鮮王朝史上でも稀に見る波乱万丈の運命を生きた実在の王様チョンジョと、側室のウィビンソン氏をモデルにして描かれた宮廷ラブロマンスで、ジュノ君の女体復帰作としてとても話題になった作品。しかもドラマ放送後は NBC 演技大賞にて、ジュノ君とイセヨンちゃんは最優秀演技賞やベストカップル賞をはじめとして全部で8冠を獲得するほどの人気にもなりました。またイ・サン役を演じたジュノ君は第58回百草芸術大賞にてテレビ部門男性最優秀演技賞受賞という最高の栄誉も手にしてしまうほどの好演を見せ、ドラマがどれほど大ヒットを記録したのかを見せつけてくれた作品です。イーサン役を演じるのはキム課長とソリジや脂っこいロマンス、現在放送中のキングザランドで大活躍の 2PM イチュノ君、そしてヒロインのドギム役を演じるのは宮廷女官チャングムの誓いなど、子役時代から多くのドラマに出演し、最近では私の大好きなドラマルール通りに愛せで主演を務めた女優イーセヨンちゃん、またサンの父親を殺めた張本人でありサンの祖父でもある第21代王様ヨンジョを貫禄と風格たっぷりで演じたのは、数々のドラマで大活躍してきた大ベテラン俳優イ・ドクファさん。ドクファさんは50年以上の芸歴の集大成ともいえる熱演を今作で見せ、 MBC 演技大賞功労賞を受賞しました。そして野心を秘めたサンの中心を君は私の春のカン・フン君が演じ、彼もまた MBC 演技大賞で新人賞に輝きました。韓国ドラマ袖先赤いクッドンは絶対に見るべき時代劇ドラマ、歴史的事実に沿った内容で、王の寵愛を受けた一人の女官の人生を描いた作品は、体の水分が枯渇するほど超大号泣してしまいます。何気ないコメディーシーンには大爆笑してしまい、謎を呼ぶミステリーはドキドキします。また宮中あるあるの陰謀にハラハライライラしちゃいますし、ツンデレのジュノ君にはキュンキュン萌え萌え、そしてそして今作での宮中ラブロマンスはとにかく感動もので、ドギムという女性の選んだ生き方に1リットルの涙が流れてしまいます。ドラマを見終わるまでは、王は女官を愛した、女官は王を愛しただろうかのキャッチコピーに疑問が浮かんだのですが、最後には納得のできるキャッチコピーだと共感できた作品でした。自分の選んだ人生を守る宮女、国を大切に思う王、見る人によって幸せなイメージと切ないイメージのどちらが記憶に残るかは変わってきますが、とにかく最高潮におすすめできる超絶面白ドラマです。ちなみに放題である袖先赤いクッドンのクッドンはチョゴリの袖先という意味です。予想を覆す展開と涙が止まらないシーンもあるのですが、コメディ要素もたくさんあって笑えるので、宮中ドラマとしては見やすいのではないでしょうか。現在はジュノ君主演の韓国ドラマキングザランドが放送されていますが、ジュノ君が好きになってまだ未視聴の方はぜひ視聴してみてください。韓国ドラマ赤い袖先、現在では U-NEXT にて独占見放題配信中で、楽天引きでも見放題配信しているので、ジュノ君ファンや時代劇ものが好きな人、女性の方は要チェックです。以上、今回は赤い袖先のご紹介でした。あ、キムチが服の袖先についちゃった。これが本当の赤い袖先。あらおっと。韓国ドラマに関する詳しい情報はパクケムチの韓国ドラマナビのブログ記事でもご覧いただけます。韓ドラ情報満載。